そうだね、確かにあの演技が多いかもしれないね、いろいろ言われた通りだわ、うん、今自分の枠にやってるからいないと思うけどさ、俺結構好きでさ、たまにちょこちょこ見てんだけどね、あのまあまあ人がいっぱい来てるからさ、あんまりコメントとかはしないけど、うん、まあそれにさ、あんな娘と二人になってこうね配信楽しんでるなんてさ、ちょっとそういうところにも、うん、魅力を感じるね俺は。自分磨きは足りねえだけだよな、気持ちから、うん、まあ自分磨きやってんじゃないちゃんといろいろ、あーでもき、うん、来た、あー水掛かりっぽいな、またハクレンかこれ、くれんくせえな、暴れないなあんまり、ちっちゃいハクレンがこれ、ほらサオシになってるでしょ、うん、魚じゃねえのかこれ、いやごめんなんかゴミにかかってただけだった、いやいやゴミにかかってただけだよこれ多分なんだろう、いやごめんね、悩んださ、ごめん。ゴミだった、ゴミ。え？なんだろう、なんかゴミが引っかかってるよね、多分。あ、違う、魚の尾びれだ。ハクレンだ。なんでこんな引かないわけ、尾びれやられると。あれは外しちゃうか、ちょっとこれあげるの見る、みんなでっかいよこれ、引っかかったマジかよ、玉網が引っかかっちゃったよ、ジャカゴに、これタックル持っていかれちまうぞ、これタックルから手離したらちょっと苦戦してる今、ああ網ぶち破った今、このままぶち上げちゃうか、ほら、ハクレン、これはルアー外してやっか、どうだろうね、80ぐらいかな、ハクレンおもちゃありがとうございます。ハクレン拍手ありがとうございます。すれがかり拍手。もうすぐリリースしますね、これは。いやー、よくハクレン釣るわ、俺。ああ、スコーピオン強いですね。うん、そうだね。もう全然これ、もう尾っぽにかかってるせいだと思うけど、全然魚の引き感じなかったよ。じゃあちょっとこれはまあさっさとリリースしちゃいますわ、なんかこいつ元気ねえな本当に、魚これ俺触るのくせえんだまた、この魚が、うわ見てこの頭の大きさ、ほら俺の手と比べりゃ分かるでしょ、来た、またハクレンかこれ、うわすっげえでけえ、来たよ、来たハクレンだ、あハクレンくせえなこれ、またハクレンかよ、くっそどんだけすれがかりすんだよハクレン、やべタモがねえや、タモ飛んだけな、おめえ、うわめっちゃ走ってる、タモ
うわっ、よっしゃ、口、おお、うわうわ、マジでけ、吐くんだこれ。あ、そっか、ちょっともうエリブーさんいなかったかな、見たいっつったよな。多分吐くねんだと思うけどね。よし、もう寄ってきたぞ。あ、うん、あ、ナヤトさん拍手ありがとうございます。これちょっとおめえな、これ白レンズになっちゃってんな俺完全に。うわ、でっけえぞこれ。さっきよりでっけえかもしんない。おお、手前までしてんじゃん。おお、これは白レンだね。もっとシーバスだったらもっと鋭くやるもんね。どこにかかってんだこれ。これ多分尻尾だぞこのパターンは。うわ、すっげえでっけえよ多分これ。おお、よし、取り込むぜ。白蓮取り込む。うお、でっか。なんだ今日完全に白蓮のスレズリだよ本当に。ぐらいだろうなこれ。まあ、そんな大きくねえか。うわ、でっかい、マジでかい。これ上げられるかな、マジで。これ片手でタモ持つの大変だよ本当に。魚も見えねえし。また網が引っかかった。あ、また。これさ、あんま弱らしてからだとさ、この陸に上げた時魚のダメージ大きいからね。ああ、でかいね結構ね。また引っかかって網。よくわかんねえところ悪口言われてんな。ちゃんこはエダちゃんだろうが。これも、あ、ダメだ。ちょっと場所変えた方がいいな。こっちジャカゴがあるからな。こっちで上げた方がいい。あ、ロッド折れた。マジかよ。いやー、ロッド折れちゃった、ロッド。これさ、でもまだ保証効くかな。マジか、ロッド折れたよ。今日はこれ釣って終了だ。てか、しばらく釣りできねえ、これ。うわー、きつい。ガッツリ折れてるこれ。何花火上げてる。クラッカーか。チックショー、ロッド折れちゃったよ。いや、だってこれメーター超えてるんだよこれ実は。すげえでけえ。あんまでかい魚釣るのも考えもんだねやっぱし。思いっきり、 あ、 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 あ、疲れた、もう疲れちゃった俺。でかすぎるこれちょっと。あ、 あ、 あ、パンダさんお茶ばっかりです。お茶ばっかりです。
チック状折れちゃったよ。すみません修理代ありがとうございます皆さんありがとうございます。バギッと音が聞こえたのかやっぱし。さ本当にこいつがねマジでかくてさ、本当にメーター超えてるよこれ。あ、すいません、お茶分かるです。ちょっとごめん、ちょっとあれだな、でもちょっとこれ治るよね、確かね。でもね、確かに入んない。これなんちゅうでかさだこれ。あれバレたかな。あーごめん、バレちゃったよ。あー